でではですね今日はですねその冷戦からマルタ会談まで、その歩みというものをちょっと見ていきたいなと思っております、はいで。この冷戦なんですけれども、まず春名さんにお聞きしたいんですが、はい、冷戦は、まあ、いかなるその理由で、こういった政治体制、政治構造というか、対立状況になったんでしょうか、はい、あのやはりもう第二次世界大戦の末期に、ですね、まあ、冷戦というのは始まっていたと思います。はい、で戦後のですね そのソ連の勢力範囲とアメリカ、西側のですね勢力範囲を一応定めたのがまあヤルタの密約というふうふに呼ばれているんですがやっぱりその頃からえ冷戦ですしえそれからあのポツダム会談というのがありましてまあ原爆投下に進むわけですがこれもですねアメリカとしてはソ連がずっと南下してきてですね 日本を占領するのは困ると、うん、それで先に原爆を早く使って、ですねそれで日本を降伏させて、えー、ソ連の影響力を防ぐというふうな形でもう競り合いがですねもう始まってるんですね、うんまあ、そういうことで、えー、冷戦というのは戦後、ですね、まあ、激しくなったんですがもう冷戦、えー、第二次世界大戦の末期にですね強まっていったと。 いいいうううこととが言えるかというふうに思います中島さん、このヤルタ会談なんですけれども、うん、どういう会談だと評価しておけばいいででしょうかそうかそすねなかなか難しい問題ですけれどもヤルタの密約というのはあ、まあ、ソ連にとってもそしてまた日本にとっても非常に大きな意味を持っていたドイツをお敗北させるという点では一致するわけですけれども、うん、ドイツが敗北した後に 今度はあ日本に対してソ連が参戦することをアメリカ合衆国が要求するとうこういうふうになってまいりますので、まあ、ドイツを打ち負かすという点ではあ西側諸国とソ連とは一致して協力できるわけですけれども、はい、こと日本ということになりますと アメリカ合衆国が非常に大きな影響力を及ぼそうとしている、そういうところへソ連が入っていくという、こういうことを取り決めることになりましたので、えーまあ、ローズベルトが生きている間は、まだ原爆も開発中でしたが、原爆が先ほどお話に出ましたように、これから使おうという段になってまいりますと、アメリカとソ連との間で、日本を巡ってのさまざまな駆け引きが。 出てくると、うん、こういうような状況になりますのでやはり、ヤルタでの会談というのはあ非常に大きな歴史的な転換点になったというふうに思われますね冷戦態勢というものがどんどん意識されていって激しくなっていく、原田さんあの、それがまあ意識されだしたので大体どれぐらいからということになるんでしょうかやはりですねあのトルーマンのおトルーマン・ドクトリンというのがありましてソ連が、はい 鉄のカーテンを敷いているというふうにまあこの東西のですね対立をこの具体的に表した形なんですね、はい、まあそれ以後だと思うんですね、うん、それでヨーロッパがですね共産化しないようにマーシャル計画、マーシャルプランというのをやりまして、どっとこうお金もですね物資もですね運び込んでいくと。 でえーまあ、今、ギリシャの問題ありますけれども、うん、あのギリシャもです、ねまあ、今、今トルーマンのですね銅像がまだ立ってるんですよ、はい、でも実は非常にまあ共産化しそうになったんですが、このアメリカが非常に手こ入れしまして、共産化を防いだというところがありましてです、ね、もうしのぎ合いが非常に激しくなっていくわけなんですよ。うん、まあそれがです、ね、朝鮮戦争になって 熱い戦争になるわけですが、まあ、そ,れそれでさらにです、ねまあ、東アジアの方はまはあ、ムードがまあ暗くなったと思いますうん、うん、第二次世界大戦後にはすでに緊張が始まっていて、はい、であのトルーマンのドクトリンから意識が明確に、はいまあ、されていて政策も動いてきたということなんですけどアメリカとソ連の第二次世界大戦後の置かれていた状況はどういった状況だっとまずアメリカについては原野さん、いかがですか。 そうですねあの第二次世,世界大戦後は、ですねやはりその西側のまあ名手ですね、まあ、それまではまあイギリスもありました、うん、それなりの勢力ありましたので、えー、まあイギリスとまあアメリカの特別な関係というのもあるものですから、アメリカが、ね、イギリスに成り代わって、えー、この強いですね影響力を行使していくという世界にまあなっていくわけなんです。うんうんうん それでやはりそ,のそれ以後、ソ連との直接の対立というのはまあないわけですけど、も熱い戦争というのはないわけですけど、代理戦争というのが各地で起きるわけなんですよ、それでアメリカというのは、ですねやはりその軍事力をどんどん強化していくと、核軍備ですね、核兵器、ミサイル。 そういうものがどんどん作られていってですね世界はソ連とアメリカの対立の時代に今突入したと、まあ、いうことだと思います、はい、あちこちで緊張感が高まってまた綱引きが始まっていくと、はい、引きも始まっていいくととうことなんですよね中島さんでは第二次世界大戦後のソ連の状況というのはどういう状況だったんですか、はい ソ連は戦争には勝利したんですけれども、独ソ戦で大変大きな損害を受けておりましたので、はい、まずは戦後の経済復興というのが、何よりもソ連にとっては大切な課題でした、うん、これがなければソ連という国家を維持していくということはなかなか困難だったからですね。はい、でところがソ連では あ戦争で非常に大きなあ損害を受けておりましたので、人的な損害も非常に大きかった、うんまあ、2500万を超える人々があ犠牲になったというふうに言われていますうい,いう,ふうにです、ね、労働力があ大変不足しておりまして、うん、そういう中で、 あの日本との関わりで言えば、シベリア抑留という問題も起こってきたということなんですよねそうした中で、アメリカとの緊張感が高まっていくということですけど、セレンとしては、やはり、えー、そうした復興が優先している中での、一方でアメリカへの対抗策としての弱さといいますか。 あの緊張感、危機意識というのはどうだったんですかそうですね、やはりアメリカ合衆国が原子爆弾を投下して、えーまあ、唯一の核保有国となったということは、ソ連にとっては非常に大きな衝撃だったというふうに考えられます、はい、そのために、何としても核兵器の開発を進めなければならないということが行われたわけで、ソ連もなんとか短期間で核兵器保有国になっていきますし、えー、さらには、 あまあ一旦獲得したものはあ何が何でも手放さないというのがソ連の特徴でしてそれは領土についても言えることですけれども、はい、おドイツから解放したあヨーロッパ地域をお、まあ、ソ連の影響下に置いておくというこういう方針がアメリカに対抗する中で、はい、次第に その方針が形成されていくことになったと考えられます、ね、なるほどまたソ連もかなりその技術開発に対して力を注いでいって、はい、その有名なのはスプートニク・ショックで、はい、人工衛星を打ち上げることができるようになった、これがアメリカに対してもかなり脅威に移ったわけですけれども、ルン、ね、としてはその時はやっぱり大成功ということで、盛り上がっていたわけですかそうですすかそうねやはりアメリカ合衆国に追いつき、追い越せという。 スローガンで、経済建設をやってきたソ連ですから、アメリカに追いついて、さらにはあ、まあ、部分的な領域ではありましたけれども、追い越したという意識は非常に強かったというふうに考えられますね。はいうんね この人工衛星スプートニックをこう上げることに成功した、アメリカからすると当時の脅威感というのは、はい一言で言えばスプートニックショックなんですね。うん、で、これであのアメリカの国防総省ペンタゴンはですね、 まあダルパという機関を作るんですよ、はい、それでその技術開発をどんどん進めていくわけなんです、うんうん、それがです、ね、あの今のアメリカの経済のです、ね、技術の基盤を作ったということが言えると思います、例えばです、ね、あの油圧だとか、はい、あるいはそのカタパルト、航空母艦のカタパルトとか。うんはいはい もうこの軍事技術がです、ね、どんどん進んでいくわけなんです、うん、やはりそれでえ軍産複合体というものが形成されていくわけなんですね、<ー>でアイゼンハワー大統領はえ辞めるときにです、ね、この軍産複合体に対して、まあ、警告するわけなんですが、うん、こ,れこれがまあ国を滅ぼすことになるという,ふうに言ったわけですけれども、まあ、今でもこの軍産複合体は幅を利かしているわけなんですよ。うんうん このとにかなりそのアメリカの中でもまあパラダイムを変えなくてはいけないという,ような意識が浸透していったわけですね。 メディア論文脈ですとスプートニフシ,ショックは、まあ、インターネットという考え方を生む一つの大きなきっかけになったと、どっかに基地局を設けるんじゃなくて、分散型のネットワークを作ることが重要だって話ですけど、まあカタパルトとかそうした軍事の面でも、はいろいろ態度というものを変更させられる点が多かったわけなんですね。そそそうでですねや、うん、やはりそれとやはりりれとの軍事で開発した技術を民間に いわゆるスピンオフというんですけれども、はい、この民間に払い下げていくということもですね盛んに行われたので、経済も発展したということだと思います、はいうん、身近なところではカーナビなんかもね。そうですね衛星から